正直配信やってない時の方が勝てますか。いやもうほぼ配信やってない時にやらんからね、なんともけど俺結構ね、なんか調子に左右される。マジでお前病気になってんじゃん、財布を打つっていう。そのゴキ捨てね、なんかいいよね、うまそうな感じ出て。さっきの俺かな、ゴキ強いらしいね。やべ相手からしたらこんな風に見えてんだ。めちゃくちゃバカやん。エスコートされた外に。優しく。俺のことギャルかと思ったんかな。めちゃくちゃ優しくエスコートされたよ。絵画かと思ったわ今。おい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 、てかラスト1ストックやんかこれ、だけんな。おい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 、ガノンは3回飛びます。ありました、口笛うま。スマブラ褒めて。当たったら2先しましょう。俺に戦闘力くれるならいいよ、それが条件だ。俺の手を煩わせずに死ね、それが条件。ゆっくり空港いいね。 JP ポルナレフ、え、今のさ VIP ってさ、こんなに面白いファイターしかおらんの。うまい。え、怖っ。お前若干空とさ擬態しない、お前。ちょっと待って、これクエヌとか狙ってんの相手。いいや、撃ち落として死んぜよ。ほーら狙えるかー、危なすぎー。あはは、オッケー、おもろスマブラ、勝てば神ゲー。ああ、客ももう惚れたら俺にチップよこせ。こんなウエスマ教室するだけのゲームやろ、楽しい。何の意味も当たら、回避、気持ちよくなって返しろ。うまっ。それは無理、それは無理。あれ俺が食え。3回も入んのそれ。君うまいね。まあいいや、あとウエスマブンブン振るだけやろバカみてえに。いや、さすがに54じゃ死なんか。俺が死ぬやん。もうこのポルナレフ、いや刺さってるって。俺の読みが一回も当たらん。なんかしたっけ。ガノンドルフのチブが見えてしまった。蹴られすぎ、蹴られすぎ。このゲーム小学生とかもやってるんやからさ、あんまりそういう暴力的なコンテンツとして普及させない方がいいと思うんだ俺は。これマジで苦しい。強っ、うんま、うんま、たっか世界戦闘力やろう。ちょ、丁寧にやっていい？これはスマメイト。弱。丁寧な弱。ねっとり弱、ねっとり弱。まあいいね、水ボクサー。ちょ、だってギリギリ届いてない。ああいうさ、あの、箸にも棒にもならん回避やめた方がいい、マジで。背中を捉えられるってことあんの？おい！こいつ！フグスケレクイエムになるしかないな、これ！透けた？フォックス、また抜きされたんやけど。ごめん。違う。ちょっと一回ごめん。なんか、空気で窒息した。多分全人類で俺だけ。いや、今のは
さすがに空気で窒息してる隙にやられたから5分かっこれラストな。さすがに俺もさ、スマブラ界で俺ギャングスターにならないかんから時間ないんよ。今の空が危なかったね。実質俺の窒息より、すかしをさすがにねえか。もうレッキのフレームがあと2フレーム早かったら俺が今1足取ってた。何そのコンボ、空打ち。ウエスマやめよう。こいつの生きてる世界線のスピードについていけない。うちのウエスマ、フォックスにはウエスマはダメ。 JP ポルナレフ、そういうことやろ。オッケーやめろって、そういうことは。なんでそんなに枯れんの崖、一回も枯らせてくれんちゃけど、なんで。はなんで枯れんと。しかもちょっと待って、おいフォックス人気ちょっと来て、誰かフォックスに自信あるやつおらんの。おい対策打ったことないからあれやけど、ちょマジで勝ちたくなってきた。一回この試合なしにしよう、ポルナレフ。そうやろ、お前もさ、3、なんか、3分に出て5分にも出てたじゃん。そういう感じ一回なしにしようや。あ、でも、危な。こいつ命を刈り取る形してた、今のスマッシュ。はぁ、もうなんそれ。ちょ、誰かさ、フォックス対策教えてよ。オッケー、なんだかの 32% と 95%。はい、クソゴブ。もうそんな見えんや。いやガル、なんでそのダウン。読んだ。オッケーオッケーオッケー、ジャンプジャンプ、よし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 、ゴム。これ一回勝ったら世界戦闘力多分完走する。こいつさ、丁寧が服着て歩いてるんだが、このホックス。はおめ、頭透けてない、頭空っぽなってない、このホックス。気のせいか。いやライン管理うんま。はい、クソ天才、読めてきてるって言ったろなあ。それは無理、かくってるもんだって。読めてきてんだって。行こうと意識ね。オッケー、空車の格ねん。空車のウエスマってこと？アタオカキャラやんか。ちょっと俺さ、ダービー戦のようにさ、ちょ、魂かけるわ、親の。いや、俺引いてんのよ！もう、いやー！もう、さよならお母さん。もうもうお母さん失ってんのよ。はっ、もうマジでわからん。ねえ、これどうやったら勝てんのよこいつに。いやけど俺の世代さ、核家族やから。ああ、さよならお父さん、俺しかおらん。ちょっと待ってよ、ちょっと、何があったんこの数分の間に。はい、俺の勝ち。朝までやろう、明日のよう。ポルナレフ、朝までやろうや。回避しねえ。あ、一個覚えた。このバカは回避せん。いや、バカじゃないから回避せんのかもしれん。それに比べて俺のガノンドロフを見てくれ。いいしかせん、そういうとこ直していこう。そういうことやね、多分。はじめの一歩。スマブラは基地ゲーみたいなことしたやつが勝つんだ。
チャンピオンだけどな。こいつ何が見えてんの。惜しい。うわお、来た来た来た、流れが。あ、危な、落とされたら終わったかも。黒出して意味ない。なんなんそのベクトル。歴客、これ自害やから。倒されたわけではないです。あー、この入れ込みミスはマジで本当に次やったら俺首切る敵のおもろこのゲーム。ちょしこ、お前貪欲なやつやね。え、マジか。いやでも一番追い詰めてる、一番追い詰めてる。踏んでやった。クエヌ死ぬ、クエヌで死ぬ。もうそれさ、不可避やんか。あー、コントローラー飛んでった。勝つまでやる。勝ったらすぐ抜け。オッケー。あれさ、ジャンプ、いやお前さ、どこ、お前血の果てまでずらしてんじゃん。いやあんさ、多分距離詰めるためにさ、後ろに走ってんだけど、けどその後ろに走る読みで奥に技置かれるよね。そこか。いやでもそれを対策すればいいんだ。どういうことか。もう座ってまでできる。これジャンプで帰るから。いやでも今の、今の借り方はいい。今の借り方は1個、一つ学んだ。で引きすぎない。危な。はあ、狙いました。もちろんね、魔人剣なんとかならない。多分魔人剣1回につき1ストックが消える俺の。いやでもね、やっぱ食えねえやないこれ。はっ、うまっ。ガード安定、オッケーオッケー。ガード安定に、ね、ちょメモしよう。メモ取るわ。いい、ちょっとこの練習とかどうせ動かないやろ。ガード安定ね、メモ取りながらやる。朝までやるぞ俺。ガード安定、食えぬ拒否。DA ガードしてクエヌジャスガか差し返し OK。 今7連敗ですよ、大丈夫。その7連敗分は取り戻せるから、1回勝てば。パチンコでしょこんなもん。フォックスはパチンコです。ミリオンゴッドやからねこのキャラ。いや知ってるよ。俺が奪われとる。でかい。ガード安定ね。復旧まくね。よっしゃー、呼んだ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 。よし、許された。偉すぎ。お前マジ、それは天才やわ。それは天才やわ。マジでそれは天才。俺もガードさ、ボタンがへっこむくらいまでやったやけど、ぶんな。這い上がり誘ってるやろ、絶対せん。やめて、ちょっとジャンプ力ないから。ガード安定ね。誘うな。空母刺さっとんね、ディレイ空母が刺さってる。ガード安定。いやーでかいでかい。でもガードしたら結構安定しそう。ほいや、ピックアップスタイルでいきます。ほいや、羽生結弦ぐらい回ってます。
勝負になってる。ガガンテ。やべ、それはうまい、それはうまいわ。動いていく、空港空港、オッケー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 、さすがデリスク。しこったまずらしてるんやけどね、ジャンプフェイントかけて。いやマジガードクソ刺さってるね。いやこれさ、もうバカやん俺。ステップよし、おめえの悲鳴が心地いいぜ。折り返し、ジャスがで、ステップにジャンプ、固く、外ずらし、死ぬほどね。さすがに2段ジャンプ、オッケー。空港系跳ねすぎんな、撃ち落とすことあんま考えていい。オッケーオッケー、でかい。犯罪者が焦るな、もう一丁。みんな俺多分この試合俺スローに見えると思うわ。挨拶何それ、美味しいの。俺今イライラしてんだ。お前今からお前にやること全部八つ当たりだから。オッケー、ガチリオトね。あ死ぬよ、ウラレンゲ。みんな俺って強いよな。俺が、はい。よしよしよし、やり、オッケー。いやさっきの一件自信がなくなるっていうか、なんかもう本当になんかわからん、なんかなくなった何かが俺の中の。